では今回は、メムの解析に必要なディスノミアと、あとはそれをプロットするための、ベスタについて説明します。それぞれ2つのコードは Google でベスタと入力してもらって、こちらのホームページを開いていただくとこのようなホームページが見られます。そこで、ベスタのところのこちらにあるダウンロードボタンを押して、こちらのもダウンロードしてもらいます。保存、プログラムから回答、これがベスタになります。で今これはデスクトップにベスタが回答されてますけども、最もいいのはあのこちらのマニュアル、こちらのドキュメントにあるマニュアルの、マクロスにあるマニュアルの、その他のプログラムと書かれたところにある、こちらのアドレスに入れてください。ではちょっとやってみましょう。C プログラムファイルのベスタ。こちらに今、昔作ったのがあるんですけど、これは削って、ここの中にデスクトップにあるベスターをコピーして、ここにペーストします。しまった。プログラムファイルの中にペーストします。で次にディスノミアですが、メム解析のディスノミアですが、こちらにあります。こちらを押して、で Windows 用のダウンロードします。でこれを回答します。ブログ開くで滑って、はい、でこちらのものは、この丸にあげには書かれてないんですけども、これは、リートベルト解析と同じフォルダの中に入れます。つまり、プロコンピュータ C のプログラムファイルズのリータンビーナスシステムの中に、こちらに開いたディスノミアのファイルを全てコピーペースト、すべて置き換えてください。もしある場合は置き換えてください。以上で、セットアップは終了です。でこれを行いますとベスタやディストミアができます。この他にもイキスポや、スーパーフリップ、パウダー X や EDMA といった、コードもほぼ無償、アカデミックの場合は無償で配布されていますので、同じようにダウンロードして、こちらのアドレス、書いてあるアドレスに、コピー&ペーストしてください。今回は以上で終了します。